皆さんこんばんは。ご覧のように悪天候の中で行われるナイトゲームです。濡れたピッチがゲームにどう影響するのでしょうか。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。セリエ A のこの一戦、ウディネーゼが AC ミランを相手にします。この試合の解説を楽しみにしていました。どちらも特徴あるサッカーをするチームですから、何かやってくれるでしょう。期待して見ていきましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。これは一般的な 5-3-2 です。ボールを奪った時どれだけ前に出られるかがポイントですね。こちらがミランの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。さあ、ウディネーゼのキックオフで試合開始です。プリシッチ、相当な距離から狙いました。このシュートはコントロールできていません。大きく外れました。コースを狙ったかもしれませんが、イメージ通りに切れなかったようですね。またぞ、いいタックルだ。ボールをキープしました。ラファエル・レオン、高い位置でインターセプトします。プロフェッショナルファールでしょうか。カードもありえます。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。キーパーがボールをキャッチ。さて、ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。インテルの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目のゴールがインテルに生まれています。スコアを記録したのはラウタロ。見事なドリブルからの突破を披露した後、冷静にシュートを決めてみせました。現在スコアは1-1、時間は10分を過ぎたところです。わかりました、どうもありがとうございます。おっと、これはいいぞ。ルベン・ロフタスチーク、ホイッスル、ウディネーゼボールです。ここでボールを失いました。
デルフェン、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。プリシッチ、打てるか、キーパーがしっかりとセーブします。相手陣内でインターセプト、攻撃のチャンスです。ウディネーゼのフリーキックになります。カードは出さないようですが、レフェリーが厳しく注意をしています。先ほどのタックルの痛みがまだありそうですね。ボールロスト、主審が試合を止めました。倒れている選手の状態を確認するようです。負傷した選手を外に出し、ドロップボールで再開となります。フロリアン・トバン、このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。ミランにイエローカードが出ました。そうですね、ちょっと気をつけなければいけません。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。このシュートで勝ち越せるか。あっとキーパーが止めた。ファインセーブです。サポーターの声援に応えるチャンスがやっと巡ってきましたね。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。このコーナーは誰に蹴るか。ミランがフリーキックを獲得しました。福西さん、ニューカッスルが随分前から狙っていた本命の選手を獲得しましたね。はい、興奮しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。タックルが決まった。ボールを奪取しました。これはよく見ていた。惜しいプレーでしたね。さあカウンターを仕掛けるか。ペレイラ、これはチャンスです。キーパーとの1対1という場面もスーパーセーブに阻まれました。いやー、キーパーはよく反応しましたね。チームを救うファインプレーでした。クリアして危機を出しました。おっとフリーです。素晴らしいタックル。ピンチの芽を摘み取りました。サイドのスペースを使ってきました。ステパネンコ、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ロブパスで裏を狙います。中へ切り込む。シュート、キーパーの元へ弱いシュートが行きました。ディフェンスボールを奪います。アディショナルタイムに2分加算されましたね。いいところへ出した。
さあ選択肢はいくつかあります。ミランは同点のままハーフタイムを迎えます。リーグ1の得点プリシッチ、後半開始のホイッスル、ミランのキックオフです。サイドを攻め上がります。ここにスペースがありましたね。これは勇気のいるタックルです。さてここで情報が入ってきました。ユベントスの試合でスコアが動いたようです。はい、2点目のゴールがユベントスに生まれています。スコアを記録したのはミリク、本日2点目です。巧みに頭でゴールに押し込みました。現在スコアは2対1、時間は51分を過ぎたところです。カットします。ラファエル・レオン、いいクロスが中に入った。このボールにはキーパーが反応しがっちりキャッチしました。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。ここで取り返す。スローインでの再開はウディネーゼボールです。前を向いてボールを運んでいきます。これはナイスパスカット。残り時間は30分です。相手のチェックを受け、ここはキーパーに戻します。タラス・ステパネンコ、鋭いタックルです。もしイエローが出れば2枚目になりますが、さてここで情報が入ってきました。ジェノアの試合でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がジェノアに生まれました。現在スコアは2対0、時間は64分。1点リードにできるか。キーパーが立ちはだかった。ここでミランが選手を交代します。ゴール前に入れた。ディフェンスがクリアしました。またぞ、トバンに渡った。スルーパスが味方に通る。決まったと思ったんですが、シュートコースが変わってしまいましたね。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。ロベルト・ペレイラ、素晴らしいボールです。残り時間も少なくなってきましたが、ここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたが、ついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。そして強烈なミドルを決めてきました。いや、改めて見ても本当にすごいシュートです。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。経過の報告ありがとうございます。繰り返しますと、ジェノアにゴールが生まれました。これによりスコアは2対0とリードを広げることに成功しています。パスをカット、攻守が入れ替わります。リボック・オリジン、アドン、
試合終了まであと15分あります。これはナイスカット、うまく読んでいました。スペースへのボール、これはまだありそうですが、危ない状況でしたがこれで一安心でしょう。インターセプトします。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ジェノアの試合でゴールが決まったようです。はい、3点目のゴールがジェノアに生まれています。現在スコアは3対0、時間は80分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きについてお知らせしました。ミランはこのボールもインターセプトされました。中盤に入り、ホームサポーターの応援が一層熱を帯びてきましたね。残り時間がなくなってきて、ホームサポーターはチームの勝利を確信しているようです。こうなるともうチームとしては期待に応えるしかありませんね。もう時間がありません。ミランとしてはなんとこのボールは止めただけ。クリアできるか、決まった、ゴール。さすがにキーパーも2度は止められませんでした。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。同点ゴールに対して監督のこのリアクション、これだけ喜ぶ気持ちもよくわかります。タラス・ステパネンコ、残された時間はほとんどないでしょう。ウディネーゼどう出るか、さあリードできるか、クリアしないと危なそうです。中央へクロスが渡る、クロスを活かせませんでした。試合終了のホイッスルです。ウディネーゼはこの一戦もドローで終えました。リードを最後まで止めてませんでしたね。この結果は勝ち点2を失ったと考えるべきでしょう。シーズンを戦う上でこういう失敗を繰り返さないようにしたいですね。